メガネトップ3。あ、何そのビース。キス二乗のあいつ、東海オンエアならおなじみ。わかんないんだよ、東海オンエアならおなじみ。俺あれ1位でいいから。かっこいい。かっこいい。かっこいいぞあれ。勝手にね、勝手にちょっと決めていきますけど。勝手に決めましょう。早速なんかもうすごいな、モニターに映像が流れてるんですけど、もうここまで来ました。これ、えどういうこと。すごいね、見事に内蔵してる。キサラギスポーツ宣伝、宣伝感はもうですね。ちょっともうこれでいいですか。もう決まりじゃない。決まりましたね。僕もこれでいいんですけど。いや、もうすごいよこれ。これはすごいよ。暫定で、はい、暫定で。もうこれ文句ないです。いや、電動にさせていいレベル。なんかそれ音出てるみたいです。音もよ奥から出てるし、出てるし、見ても聞こえもするわけでしょ。うん、ていうか後ろに USB 電源でかいのあるし。あるし。ちゃんとね、荷台に。あるしっていうのは RC とかかってるからね。今ね。次行きましょう。はい。あ、でもこちらもすごいですね。あ、いいですね。かっこいい。企業シリーズ第1弾。奥もすごいですね。かわいいね。ホイールとかほら、タイヤのカラフルな。ちゃんと合わさってますね。ね、ジオグライダーですよね。ジオグライダーの網網。網網ですよ。奥あれダッシュの黒のあれに似てるな。どれオレンジ。オレンジです。はい。なんかちょっと逆な。あのダッシュの黒の位置は確か、はい、パターン逆走マシンですよ確か、あの逆走させて FM っぽくしたってやつが確か第1話アニメ版第1話なるほど。ヘビオーク、口の中や歯や顎です。なるほど。え、どういうこと。口の中や歯や顎です。顎ですよ。ちょっとよくわかんない。歯や顎なんだ。もうボディを使ってるんですね。これはちょっと考えたね。面白いね。エビ四駆すごいな。エビ四駆すごい。あ、海四駆もあるよ。海四駆ありますね。二人の夏。いいです。あのサーフボードが二人。ああ、なるほど。言わずして語るっていう。ああ、いいね。このトラック大好き。白クマ。ウニモクマのトラックですね。ウニモグのあれですね。おや。裏社会よ。ちょっと裏社会イメージしないでほしいんだけど。裏社会イメージ。闇ですか。闇四駆。闇四駆ですよ。ほら。物来たな。屋台と書店。屋台と書店。これはどういうこと。マビノギバイパン。マビノギに登場するらしいです。なるほど。知ってますか、マビノギ。確かゲーム関係だったと思う。はい。ゲーム関係。ほら。お。飛ぶの？飛べるんじゃないのこれ。飛ぶんじゃないのこれ。ヤリコプター。いや、角度ついてないから飛ばない。何？ヘビの羽に角度がついてない。角度がついてないから。あ、そうか。こう傾斜つけないとダメだよね。こうやっぱ細け。厳しいね。細け。厳しいな。あー、まあ。おー、これすげえ。いいですね。マックスブレーカー。奥のちょっとバイク。バイクのかっこいいね。みたいなのも。工作意欲はすごいありますね。意欲というかね、技術が高い。すごい。あれ？はい。なんだろうこれ。レトロアメリカみたいなのが2個並んでるんですけど。この日。うん。のうちの左側の。はい。名前見てください。はい。ちょっと一回スルーしましょう。一回スルー。タミヤリス。タミヤリス。そうです。タミヤ。だってタミヤとヤリス。タミヤとヤリスだから。どうする？これ絶対戦闘トランスフォームしそうです。車検ボックスを乗っけちゃってる。乗っけちゃってる。すごいな。いつでもどこでも車検できますよっていう。いいですね。時計もあるし、これ時計かな？時計、タイマー。よく考えるね。絶対前のやつトランスフォームしそうです。うん、2回目だ。はい。そこから黄色いやつも仲間に呼んできたりとか。これなんだろう。空母ですな。この上に下はなんだこれ、なんかキャタピーラーですね。キャタピーラーはどこから持ってきてんだろう。あれよくあるやつ、売ってるやつかな、工作シリーズ。そうですね。で多分シャーシーはなんだろう、鑑定しにくいな。うん、確かに。音楽流すな。これ手書きですかね。これすごい。富月課長の俺レアルか。違うな。これすごいね。スメラギの花舞い小鳥、磁石でくっついてんだ。どこがどこ、どう急須、急須急須が急須、急須、急須。ちょっとなんかすごくない。何俺どういうこと、すごいなこれ。中華の食器っぽいな。だから筆を舐めるんだろうね、やっぱね、こういう人は。こうやりながら、うん、
これ流れてる曲も多分最新のアメリカヒップホップソングですね。知ってます、はい、多分細かいね。ウィルナーズ X かと思います。ウィルナーズ X、はい、太陽さん、うわー、何これ、怖いなー、2人これはかっこいいな。これた多分何これ、めちゃめちゃ、サバンナレオか、いや、ヘキサゴナイト、ヘキサゴナイト、あ、そうなんだ、あ、レイザーナイトって書いてるわ。いや、これはすごいな。え、これはこれ、ちょっと見ちゃうよね。どうやってんだろう、どうやってんだろう、すごいなって思っちゃうね。ごめんねごめんねあ、これも好きですよ。あの、なんか前タイヤがちっちゃくてね、あ、可愛い、可愛い感じの、可愛いといえば、こちらも可愛いですよ、はい、どっちどっち、あ、左ね、絆式ミニ四駆、リボンついちゃって、ブレーキをリボンでやってるわけよ。あ、いいですね。こっちだって木でやってるわけだから、これも木だよ、これもいいよ、いいですね。これ木はありなの、木はいいじゃない、木は大丈夫なの、うん、なんかかなり昔にも 木彫りの中のものがあったような、うん、やっぱ日本は木の文化、あれコースの素材を使ってるんじゃない、ボレーのコースの木の素材、どのやつ、違うんじゃないかな、違う、それ違うんじゃないかな、この夏っぽいね、夏っぽいのはやっぱ夏はあります、出てきます ね、 すね。あとなんだろう、これもさ、ちょっと古い感じのやつをちょっと ね、かっこよくしてるんだろうね、古い感じのやつをさ田さんの今回のコンデラはどういう特徴があるんですか、あれは、はい、あれ黒タヌキをベースにデザインを決めましたね。黒タヌキ、黒のタミヤ T シャツを、黒タミキ、これですか、はい、あ、タミキ、タミキ、タミキ、ティー、あ、ティーか、タミヤ T、略でタミキ。僕田沢賞からでいいですか、はい、田沢賞、裏社会をテーマにした裏社会、はい、あれ闇四駆、あ、闇四駆ちょっと一回、よくね、よく、手を入れてくれた。なるほど。やっぱ裏社会をどんどんイメージしていってほしいとあります。あのトライダーが、ブラックトライダーがもう出てますから、なるほどね、カーボン。今日トライダーが全然いなかったので、そうですね、トライダーがで今度裏社会をイメージしたのを作ったらもうすぐ、もう田沢賞、田沢賞決まり。はい、僕あの、はい、キサゴンナイトのアレンジのやつ。あ、え、はい、あれ、あれ。あの一番最後にやったやつ、あのあれです、やっぱアップあれです、いや、あれ絶対賞取っちゃいますよ。いや、だってかっこいいんだ、僕らベタなんで、ちょっと変えていきましょうで一回ストップしたのに、ストップしたけど、やっぱもう、はい、あれはすごい、あれはすごいかっこいい、あれはすごい、かっこいいよ、いや、すごいよ、そりゃかっこいいよ。じゃあ、あれ、はい、あれというか、ありがとうございます。なんか、摩天楼のマックスブレーカーです。ちょっと、どうですか、あの、後ろに、あの、高層タワーが、あー、はいはいはい、あれ、なんで、いや、なんか夜なのに黒ベースのマシンにその明るい系のオレンジとかのラインとワンポイントが入ってるっていうのはもうその時点でやられましたね。だそうです。なんかもう夜の主役っていうか、もう夜の走り屋の夜のチャンピオン、イメージね、はいはいはい。水田さんはこれ17番です、ね、黒い、黒の、あれ何ですか、あれはアシチュートかな、ヤマさんのフレームアシチュート、フレームアシチュート、カラーリングが綺麗ですよ、ね、ありがとうございます。何でしょう、ですね、ちゃんと水分を補給してですね、あの日陰に、いて、で体調悪くなったらあの近くの人の助けを呼ぶ、これですね、間違いないです、はい、水分、ちゃんと水分補給して、はい、お願いします。熱中症も大問題ですから、ね、僕フェス行きましたけどね、いろんないっぱいいろんな人倒れてましたね、はい。